ちゃびちゃになるじゃん、うん、結構しっかりしてる。そうだね。すごいよね。そこも腰ですか、うん、まあ、腰はまあもうすごいなんか壺に入ってるって感じ。もう全体的にボロボロですか。あると思います、ね、ボロボロですか。はいとも多分言えないと思うよ。ボロボロですかって言って、はい、疲れが溜まってるかもしれないね。でじゃあこれ当てて。実に気持ちいい。福山雅治。違う？そう思ってるならそう思った方がいいかもしれない。似てません。いや、まあ、仲良ければ。で、福山雅治って。実に気持ちいい。違うじゃん。仲良ければも同じなのかな。中尾明だね。中尾明。気持ちいい。おいおい。シノは温泉か。似てる似てる。本当、うん？これで飯食っていける？いけるいける。結婚とかしてるんですか？結婚はしております。してます？はい。じゃあ奥さんも助かりますね。そうですよ。旦那さん。違えるとしないですか。そうですね、なかなか。はい。ちょっとうちでのんびりしたいなと。まあ、本当に言われればやるときはありますけど。まさかマッサージ師を奥さんに隠してるなんてことはないですよね。どう自分のマッサージ師っていうのをあの家でやらないために黒崎やすず来てね、実は違う仕事をしてるって言っといて、外ではマッサージ師と、そこまではやっぱり嘘つけない。そこまでやるんですね。お子さんもいるんですか？今、女の子が一人おります、うん、何歳ですか？今、3ヶ月目ですね。生まれてばっかですか？はい。じゃあ楽しいですね。嬉しいですよね。楽しいですね、いつも食べてる。食べてるんですよ、どうやってやんだよ。壁打ちみたいな。壁打ちみたいな。そう、寂しいよ。平日時間がある友達と、あとは夜もサークル作ってるんで。お、サークル作ってるんですか、はい、どこでやってるんですか？サークルは国母公園で。国母公園やってますね。国母公園なんか不純な動機でもあったんでしょ。じゃあなんかボールを拾うんだよね、1年生。球が好き。玉が好きなんだ。玉が好き。てるちゃん何でも玉が好き。そうそう、やっぱりね。話し終わってる声聞こえる。もつ煮の時もなんだっけ、もつ煮のさ、黄色いのあるじゃん。キャンタマね。キャンタマなの。鶏のキャンタマね。知ってます？鶏もつ丼で黄色いのあるじゃないですか。ありますね。あれ僕ずっとキャンタマだと思ったんですよ。あれ違うんですか？なんですかね。あれなんですか？知ってます？トルキャンタマで。トルキャンタマ、うん、そうなんですか。そうなんですよ。で、それを少し。で、それを。平気で食べてる。それをね、この間、あれなんだよ。なんかネットで見てたらさ、あれは、なんだろう。金柑だっけ、なんか、こう、鳥のお腹にある状態の卵だなって。うん、あって。でも、味は黄身だよね。で、あれどっちだっけ。そうそう、カツ丼って、あ、に、うん、にカツ丼、山梨だけ、にカツ丼ってそう、山梨だけなんだよね。飯食って、もう一回風呂入って、あれ、ここって閉館何時です？こちらの閉館は24時まで、日曜と祝日が、23時までになります。その間ずっといていいんですか？もうこちらずっと最後までご利用でいただきます。で、飯食って
あ、もうお風呂入ったからマッサージ受けて飯食ってジムも使えるんですよね。こちら無料で。いいじゃん、はい、ジム入って箱あったら、なんか変な映画みたいなシアター、うん、あれ見てまた飯食ってまた食う一日入れるよね一日入れる。じゃあ、中学生未満の方はちょっと入場の方が、はい、だから静かなんだ、はい、それ大事ですよね。でもね、翌日にはよろしくお願いします。宿泊客は OK でしたっけ？宿泊の場合は入り口に帰った OK なんですけど、うん、静かにあれですよね、のんびりした人にはいいですよね、そういうところは。そうですね、ゆっくりするには本当によろしいかと思います。ジムが無料っていうのもすごい魅力だよね。あ、そうそう、ジムのとこにあの日焼けマシンがあっただよ。あ、漫画もあるし、あれだよ、言い換えるならば温泉付き漫画喫茶そうだね。で、温泉疲れて、で、1回の料金で、ね、1800円じゃ、うん、漫画を読めて、で、食事どころがあるってことは飲んで泊まっていけばいいと思うね。お食事は何かおすここの一番人気って何ですか？そうです、こちらの一番人気は、イカツ丼になっております。イカツ丼、山梨だけでは2月ねえ、わかすりってやったことないな。どんだけ出るんだ。やったことないからやってみたいと思って。やったことあります？わかすりないですね。びっくりしますよ。ありますね。すごい出ますか？出ますね。びっくりしましたよね、自分でこんな汚いんだって。あ、本当に本当に一皮むけた感じしますね。試してみよう。ここもあるんですよね、わかすり。以上ございます。入館料を払えば、あれなんですか、あのここで過ごすような服とか、はい、ここかんないから、かんないから、歯ブラシ、はい、一式揃ってますので。あ、じゃあ、本当に手ぶらで来れるんですね。もう本当に手ぶらで来ていただければ。バスタオルとかもいただけます。ございます。ああ、そう、バスタオルって、あのサウナって、バスタオル結構有料なとこ多いんだって、うんうんうん、で、あれって洗うと結構ね、俺らしいんだ、うんうん、で、知り合いがそのね、タオルとか洗う仕事してて、うん、で、温泉のタオルってのも結構サウナのすごい汚れてんだよって言って、うん、で、ここはあれなんだってどんどん変えていいんですよね、確か。そうです、タオルどんどん変えていいから、サウナを使うお客さんにとってものすげえ衛生的らしいよ。だって、知らない人がさ座ったとこに汗かいてさ、そこに座ってるわけだよ。そうだね、ね、普通のところって、うん、でここ自由にさどんどん帰れるから、うんうん、もう衛生面でバッチシだよ。うーん、あ、入ったらそこだ、うん、なんかテレビがあってんだよ、サウナの中に、うんうんうん、残せるぐらい見てやる、うん、テレビのサウナの中で何にもすることないと本当早く出ちゃうもんね。